3年近く前、泉の広場のところで変な女がうろついていた。通勤の帰りによく見かけた。30前後で、赤い色のデザインで古そうなドレスっぽい服着てて、小柄で、顔色悪く目がうつろ。髪は背中近くまであって、伸ばしっぱなしに見えた。目立つ服の色と、なんか独特の雰囲気があって、目が行ってしまう。でも怖い、木印っぽい感じして、何気なく観察はしても、目は合わせんようにしてた。女はいつも広場の中をうろうろしてた。地下出口を出たとこの何本か外れた飲み屋筋に、立ちんぼの姉ちゃんの多い場所があって、そこの姉ちゃんかな?と思ってた。ある日の仕事帰り、広場内の薬局の店頭でコスメの安売り見てた。私は買い物するの時間かける方で、そん時も多分1時間近く店にいたと思う。その夜も女は広場をうろついていて、いつものことなんで特に気に留めてなかった。でも、店から出た時、視線感じて顔上げると、広場の真ん中の噴水を隔てて女がこっち見てた。なんか変な感じがした。私は目が悪くて、メガネかけてても、少し離れた場所だと相手の顔とかよく見えないのに、女は妙にくっきり見えたんよ。3D みたく。目が合った途端、気持ち悪くなった。なんか本能的に怖くて、ビシーとチキン肌立って。うわ、やばい。でも何が?自分でも思考回路謎のまま、それでも反射的に店内に戻ろうとしたけど、金縛りかかったみたいに体が動かん。助け求めようとして、声すら出ないことに気づいた。いつもふらふら歩いてるはずの女が、すっと素早く近寄ってくる。明らかに普通じゃない様子で、髪振り乱してドレスの裾揺らしてこっち来るのに、誰も気づいてくれない。ものすごい顔で笑ってて、その表情の怖さにふーっと気が遠くなった。だって、目のあるとこ、全部黒目に変わってるんやで。怖い、もうあかんって思った時に、いきなり誰かが後ろからぐっと腕を掴んできた。驚いて顔上げる。ここで体の自由が戻った。と、男の人で、話しかけようとしたら。静かにして。って小声で注意された。呆然として顔見上げてると、男の人はますます手をぐーっと握ってきて、怖い顔で前を見てる。釣られて視線戻したら、女がすぐそばに立ってて、男の人を呪い殺しそうな目つきで睨んでた。すごい陰惨な顔してて、怖くて横で震えてたけど、女はもう、うちのことは眼中にない感じで。殺す。ってつぶやいて、男の人の横をぶつかるみたいに通り過ぎて、店内に入ってった。男の人はその後、私をぐいぐい引いて、駅構内まで来ると、やっと手を離してくれた。駅が賑やかで、さっき会ったことが信じられんで呆然としてると。大丈夫か?って声かけてきたんで、うなずいたけど、本当はかなりパニクってたと思う。相手の名前聞いたりとか、助けてもらった?のにお礼言うとか、まともにできなかった。男の人は改札まで見送ってくれた。別れ際に。もうあそこ通ったらあかん。とか言われて。でも仕事あるし。命惜しかったらやめとけ。答えようがなくて黙ってると。今日は運良かったんや。あんたの守護さんが俺を呼んで、あんたを守ってくれたんやで。たまたまやねん。わかるか?あんたが助かったの、たまたま守護さんがわかるもんが、たまたまそばにおった、それだけやで。あいつに取り殺されたくなかったら、もう通らんとき。守護さんって何やのん?守護霊のことか?霊なんて見たことなかったから、自分の体験したのが何なのかわからなかった。正直、今もわからない。女はどう見ても生身の人間に見えた。それで返答に困ってると、その人は私に何度も。一人で通るなよ。と繰り返して、言ってしまった。未だにあれが何だったのかわからない。私は2ヶ月後、そこの仕事場辞めたけど、その間、夜は泉の広場を一度も通らなかった。男の人も、女も共に謎。男の人の名前、聞いておけばよかった。助けてくれたんなら、今も半信半疑だけど、お礼言いたかった。反面、担がれたんかな?と思わなくもない。でも目的は何さ?すっきりしない。はじめはこの体験談、大阪の心霊スポットすれに書き越しようかと思ったけど、霊体験かわからないんで、だってあんなリアル幽霊ってありか?どう見ても人間に見えた。こっちにしました。
担がれたならそれはそれで不可解な話。ということで。少しだけ後日談があるけど、これもすっきりしない話なんで、はしょります。長くなって、すまぬ。怖、後日談聞きたい。そんな大した後日談じゃないんですが。怖い目に遭った次の日、証拠りもなく泉の広場を通ろうとしたのな。霊体験の少ない悲しさ。で、なんか日が変われば、白昼夢見たみたいな感じで、恐怖感が薄れたんさ。実際昼間通った時はなんともなかった。で、帰り道。さすがに暗くなってると、あの男の人の、取り殺される、って言葉が浮かんで怖かった。ただ、梅田界隈って賑やかやから、警戒心は薄れてた。自分の中に、女が人間かどうか確かめたい気持ちもあった。でも、甘かった。泉の広場に続く階段を途中まで降りると、赤服の女がしっかりいたのな。下から3段目ぐらいの階段右の隅っこの方に、背中こっちに向けて座ってた。もしかしてこれは待ち伏せ？反射的にそう思った。私は広場をうろつく姿は見てたけど、女が階段に座ってるのを見たことはなかった。妄想かもと思ったけど、ゾッとした。逃げた方がいいと思った時、女がゆらーと立ち上がった。まるで操り人形の糸を引いたみたいな不自然な立ち方で、なぜかその瞬間、あ、こっち向く、って分かって、慌てて階段駆け上がって後ろも見ず逃げた。その時は体動いたんで、神様ありがとう、と結構マジに思った。それからは、全然泉の広場付近には行ってない。危険な私には、もう確かめる根性はなかった。ただ、仕事辞める少し前、あの道を通る同僚の子3人に、怖い体験は伏せて、広場に赤い服着た女の人いるよねって、聞いてみたら、二人は、そんなん見たことない。と言って、一人は、ああ、あの不気味な人ね。と返してくれた。見たことあると言った子は、とにかく怖い感じなんで、視界に入らないようにしてると言ってた。彼女も幽霊とは思ってないみたいだった。今でもたまに、あの人まだあそこにいるのかなって思う。しょぼい後日談でごめんね。でも未だに確かめる勇気なし。無事でよかったよ。生身の女でも幽霊でもどっちにしろ怖いって。ありがとうです。そうやね、生きてても死んでても怖いことに変わりなし。え、その人ってまだいるのかな？よくそこ通るんだけど見たことないよ。どうなんだろうね。確かめたい気持ちはあるけど、もうあの女は見たくないし。あの、それ心当たりある。俺、泉の広場に近いところにあるニューハーフの店によく行くんだけど、そこの常連さんの女からそれと同じような話聞いたことあるし、俺もその男の方は見たことあるかもしれない。泉の広場って近くに堂山、ニューハーフと女装の店が多い場所があるから、女装してるおかしなのがいたりするけど、その女から聞いたのは、こんな話だった。泉の広場で人を待ってると、明らかにおかしな女がいる。服装までは聞いてないけど、すぐに来ていいとわかるような感じだそうだ。で、その化け物っぽい女がうろうろしてて、目を合わせてしまったらしい。そうしたら、なんだか雰囲気が普通じゃない男が現れて、その女の手を掴んで引っ張っていった。見た常連さんは力が抜けてしまったって。その男なんだけど、見るなよ、って言ったそうだ。俺のはただ変な人を見ただけかもしれないけど、普通の格好した中年の男が、またおるやんけ、って広場の中央のモニュメントみたいなの見てつぶやいてた。別に変な人はいなかったけど、待ち合わせしてて、なんとなくその男の方見たらもういなくなってた。ちょっとゾッとしたよ。その話聞いた後のことだったし。わかりづらくてごめん。これ読んでほんまにゾッとした。私はあくまで自分の個人的な体験と思ってた。でも、他の人が体験したとなると、あれはマジで霊体験？この話がリアルタイムならまだいるってことですか。うつ。そしてさらに新事実？男の人も人間じゃなかったの？手を繋いだよ私。女と同じく生きてる人にしか見えなかったのに。ただ、これ読んでて初めて気づいたけども、私、どういうわけか男の人のことあんまり思い出せん。時間経ってるし、恐怖感の中で記憶飛んだのかもしれないけど、表情とかは浮かぶのに顔のパーツは愚か、いくつぐらいの人かも思い出せない。当時、どっから見ても普通の人にしか見えんなと、
ちらと思ったのを思い出しただけ。女と二人一組とも思ってなかった。泉の広場は心霊スポットなのかな。怖いよ。やっぱり、二人一組なんだろうね。泉の広場の大助花子。私も大阪だけど、なんか泉の広場ってメジャーな場所の割に雰囲気暗くて苦手。古い場所だし、周りが飲み屋街だからしようがないけど。大助花子って、こんなん聞いたら怖いやん。222は俺だけど、深くは聞いてないからわからないよ。常連さんから聞いた話だし、俺はただの変なおっさん見ただけかもしれない。だけど、聞いた常連さんからは、明らかに違う感じの男はいるそうだよ。明日用があって通らないといけないんだけど、遠回りすることに決めた。怖いし、あんまりいい感じの場所じゃないと思うな。それじゃ、おやすみなさい。うん、避けた方がいい場所かも。おやすみなさい。208-222 の場所、どなたか現場に行ってレポート希望ぬ。俺は怖いから嫌だす。もう絶対近寄りたくない。不思議体験はポツポツあるけど、あんな怖い思いしたのはあれだけ。もし男の人が来てくれなかったらどうするんさ？女、マジで怖いよ。いや、だからどなたか勇気のある方に真相究明を。単なる規定二人組かもしんないし。208、目が悪いのにはっきり見えたと言ってる時点で霊だと思う。自分も過去に霊とのバトルを何回か、大体必殺の、ワーンバカバカパンチを出せば霊は逃げます。暗闇でも CG 破名みたいによく見えるやつもいました。白煙みたいであんまりよく見えなかったやつは全部空振りで、フッ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 、と笑われてしまって、それだけは負けました。208さん怖かったろうな。想像するだけでゾッとしたよ。もう会わないといいね。泉の広場の話題見てて、何か違和感あったんだけど、思い出した。今はっきり思い出した。一週間ほど前かな、いつも通り夜中に家の近所散歩しながらタバコ吸ってると、自転車に乗ったおばさんが話しかけてきた。自宅内は禁煙だから、外で吸うんですよ。見た瞬間、なんか怪しいなぁと思ったんだけど、話し方もどうも若干規定っぽい感じだった。三角三角町の丸番地はどこですか、と聞いてきた。俺はその三角三角町に住んでるんだけど、番地まではわからなかったんで、ごめんなさい、番地まではちょっと。って適当に濁しておいた。その人の服、赤かったんだよね。で今、その番地で、人が亡くなったという回覧板が回ってきた。いや、さすがに単なる偶然だと思うけど、人は死ぬし。偶然だと思うけど、怖い。っていうか、なんとなく泉の広場付近にしか出ないものと思って安心してたんだけど、まさか移動するのん？泉の広場は、単独すれ立ててもいいくらい興味深い話ですな。うん、もっと話したりしたいねー。でもさ、興味持っていく人が出たりして、その人が万が一危ない目にあったらいけないしねー。俺はしょっちゅう梅田行くから、てかこのすれ見てる大阪人は大抵通るだろ？気が向いたらちょくちょく行ってみるわ。誰か赤いドレスの女をデジカメで撮ってきて。夜11時半くらいによく泉の広場通ってたんだけど、って言ってもここ半年くらい。全く赤い女には出くわしたことないなぁ。もういないのかな？今日梅田行くんで張り込んでみようかなとか思ったり。でも偶然でもあったりしちゃったら。デジカメ必須な。死ぬなよ。あ、デジカメ持ってねえや。行ってこい。ここで、さらに関連話を一つ。二ちゃんのまとめ本で読んだ話。大阪の地下街、ホワイティ梅田の噴水のところで赤いワンピースの女が。って感じの話なんだけど、誰か知っている人いるかな？まあ、本題はそっから後の話ね。その話を読んだ姉が。その赤いワンピースの女を知ってる。とか言い出したのね。今から17、8年ぐらい前かな？その当時私と姉は年2回ぐらい大阪に出張があって、大抵は日帰りなんだけど、その時に限って一泊ぐらいしようっつーてホテルを取ったのよ。で、そのホテルが噴水の向こうの階段を上がったところにあったのね。仕事も終わってデパートとかで買い物三昧も済ませて、そろそろホテルに行こうかってことで、ホワイティ梅田をテコテコと噴水の方まで歩いていたの。私自身は全く霊感とかなくって本当に普通の人間で、その時も何も感じずに地図を見てたのは覚えてる。姉曰く、噴水の近くで浮浪者のような赤いワンピース、ピンクハウス系？
の女性と目が合ったそうだ。その瞬間、周囲とは切り離されたようになって、なんか時間が止まっていた感じらしい。その女性がスーッとこちらに滑るように近づいてきたんだって。姉は金縛りにあったようになってて。まずい、目をそらさなきゃ。って思うのに全然体が動かず。どうしようどうしよう。って心中パニックで焦ってたらしい。もう少しでその女が目の前に来るって瞬間、私がいきなり姉の腕を取って、私の方にひょいっと引き寄せたらしい。急に時間が動き出して、周囲の雑音とかも聞こえてきて、姉としては大いに戸惑ったらしい。私に。今、女の人が。と話しかけても、無視、って全く取り合わなかったらしい。たったこれだけの話なんだけどね。不思議なことに、私はその時の記憶が全くない。その直前で地図を見たとか、地図を見ながらあの階段じゃない?とか話したのは覚えているのだが、姉の手を引いたとか、無視、って言ったとかは全く記憶にない。その後階段を登ってホテルを見つけて、とかはちゃんと覚えているのにね。あれは姉の白昼夢だったんだろうか?